好き、好き把它变成否定，讲ありません。我不怎么喜欢读书，请跟自己老师念过一遍。私は勉強があまり好きじゃありません。私は勉強があまり好きじゃありません。私は勉強があまり好きじゃありません。请看例题三。私はビールが嫌いです。私、我、ビール是啤酒、嫌い是讨厌。我讨厌啤酒。请跟自己老师念过一遍。私はビールが嫌いです。私はビールが嫌いです。私はビールが嫌いです。请看例题四。吉田さんはどんな映画が好きですか？吉田さん、吉田小姐、どんな怎么样的映画电影好きですか？所以是吉田小姐，你喜欢什么样的电影呢？请跟自己老师念过一遍。吉田さんはどんな映画が好きですか？吉田さんはどんな映画が好きですか？吉田さんはどんな映画が好きですか？私はアクション映画が好きです。アクション是動作片，所以我喜欢呢这个动作片。トムさんは、那么多姆先生您呢？我喜欢动作片。多姆先生呢？请跟自己老师念过一遍。私はアクション映画が好きです。トムさんは？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 私はホラー映画が好きです。这个ホラー映画呢是恐怖片或者惊悚片，所以呢这个托姆桑就回答了，我喜欢的是恐怖片。请跟自己老师念过一遍。私はホラー映画が好きです。私はホラー映画が好きです。私はホラー映画が好きです。请看例题五。リサさんはどんな料理が好きですか？リサさん、リサ小姐、どんな怎么样的料理、料理或者是菜、好きですか？喜欢。リサ小姐喜欢什么样的料理呢？请跟自己老师念过一遍。リサさんはどんな料理が好きですか？リサさんはどんな料理が好きですか？リサさんはどんな料理が好きですか？辛い料理が好きです。辛い叫做辣的，所以辣的菜或辣的料理，好き喜欢，所以我喜欢辣的料理。请跟自己老师念过一遍。辛い料理が好きです。辛い料理が好きです。辛い料理が好きです。そうですか。じゃあ、タイ料理が好きですか？そうですか。是这样吗？じゃあ、那么、タイ料理是泰国的菜。好きですか？因为キムラさん听到这一个丽莎桑，她喜欢的是辣的料理，所以呢，木村先生就会说啊，那么你喜欢泰国菜吗？是吗？那么喜欢泰国菜吗？请跟自己老师念过一遍。そうですか。じゃあ、タイ料理が好きですか？そうですか。じゃあ、タイ料理が好きですか？そうですか。じゃあ、タイ料理が好きですか？はい、とても好きです。